ツインスクロールターボのカットモデル。排気が導入されるタービンハウジングの内部が2つに分かれている。ツインスクロールターボとは、排気通路に特徴のあるターボチャージャーで、エキゾーストマニーホールドからタービンハウジングへの流路が2つに分割されたものを指す。ツインの故障からツインターボと誤解されることがあるが、ターボチャージャーの装着数を表すものではない。 通常ターボチャージャーを低回転域より作動させるためにはタービンハウジングの A、R を小さくするがその場合排気ガスの通路面積が狭くなる傾向にあるため高回転域で排気ガスが流れにくくなりエンジン出力の頭打ちが速くなるそれに対しツインスクロールターボはタービンホイールへの排気ガスを導く流路を2つに分けることにより た気頭からの排気エネルギーの干渉を低減させ、A、R を小さくすることなく、低回転域でのタービン回転の立ち上がりを早めたもので、低回転域でのレスポンスとパワーを向上させるもので、ある。シーケンシャルツインターボのように、低回転域と高回転域等で使うタービンを変えるものでもなく、また可変ノズルターボのように、機械的に、 タービンブレードに当たる排気を制御するような機構は備えないため、低回転域以外の特性は一般的なターボと変わらない。元来、マツダの2代目サバンナ RX-7 に搭載された、分割された2つのスクロール入り口の片方に開閉バルブを設け、タービンブレードに当たる排気ガスの流速と角度を変化させることによって、 可変ノズルターボのような特性を持たせたものをツインスクロールターボと呼んでいたが近年ではスバルインプレッサ、スバル、レガシー、三菱、ランサーエボリューション等に採用されている切り替え、バルブを持たない前述のタイプをツインスクロールターボと呼ぶことが多いツインエントリーターボチャージャーとツインスクロールターボはターボチャージャー単体での構造は非常によく似ているしかし 前者は排気干渉を低減することを目的とするため、ターボまでの排気管は2本で接続され、後者は可変ジオメトリーの一種で、排気管はターボ入り口までに1本に集合され、セカンダリースクロール入り口にバルブが設置された上で接続されるという違いがある。シーケンシャルツインターボは低回転での下球よりは高回転域での最大下球圧を重視する傾向があるため、 スポーツカーに搭載されることが多い。その影響もあり、ツインスクロールターボは、低回転域のトルクを重視する、GT カーに搭載されることが多く、一種の住み分けができている。本来の目的である、下級によって、熱効率を高め、同じ馬力とトルクを得る上で、自然吸気エンジンに比べて、低燃費化を図るという点では、ツインスクロールターボは、優れているとされる。 ニエルの自然吸気から 1.6L 直噴ツインスクロールターボに切り替えたプジョーは CO2 排出量の低減と車体の大型化、高級化を両立させている恒例と言える PS のゲームソフトレーシングラグーン PS2 のゲームソフトシ都トダカバトル01ではツインスクロールターボをツインターボと誤解している記述がある S15 型シルビアの純正のターボは 約 2000rpm より作動し始め、約 3000rpm で最大化吸圧の約 0.7kg 平方センチメートルに達する。BL5、BP5 型レガシーでは約 1500rpm より作動し始め、1500から 2000rpm で 0.4kg 平方センチメートル程度、約 2000rpm を超えると最大化吸圧の 約0 8キログラム平方センチメートルに達する。タービン軸に対し、直角方向にスクロールを分割。ターボ出口側を、プライマリースクロール、コンプレッサー側を、セカンダリースクロールとし、セカンダリー側にバルブを設けている。AB、自動車技術ハンドブック設計編、社団法人自動車技術会、103ページ。 マツダロータリーエンジンの歴史 GEP 企画センターグランプリ出版2003年123から126ページ ISBN4 から 876872422AB トヨタ自動車75年史技術開発エンジン2014年7月29日閲覧ポスト新長期排出ガス規制的豪車 第一弾最高の燃費性能とトップクラスの環境多様力を兼ね備えた大型トラック、新型スーパーグレートを新発売から次世代を担う、新開発大型エンジン、6R10 とブルーテックシステムを搭載。 三菱ふそうトラックバス、http コロンスラッシュスラッシュ www.mit-subishi-fuso.com スラッシュをスラッシュ jp スラッシュニューススラッシュニュースコンテンツ、中万四422、二十万422、html2018 年5月21日、閲覧。ありがとうございます。